どうも、毎日情報ブログ投稿系男子の TJ です。はい、ということで、今日から、世間では3連休なんですかね。僕はまあ土曜日仕事なんで、まあ、2連休なんですけど、まあ3連休の1日目ということで、僕は、仕事終わってからフットサルに行って、さっき帰ってきたばかりなんですけど、今日はちょっと真面目な話をしてみたいと思います。最近ニュースでよく取り上げられている竹島や尖閣諸島の問題についてちょっと話していきたいと思います。まあ、最近すごく、反日デモとかがよく取り上げられてますけど、まあ、始まりはオリンピックのサッカー3位決定戦の試合の後の韓国の選手のあの行為ですよね。まあ、あの行動からすごくね、もう派生してきて反日デモが最近すごく繰り広げられてますけど、正直皆さんどう思いますか？竹島と尖閣諸島は日本の領土だと思いますか？まあ、日本人の僕の気持ちとしてはやっぱり両方ともね、日本の領土だと思ってますけど、でもじゃあ何を基準にしてに日本の領土だと言えるんだって聞かれたら何も答えれないんですよね。まあ、本当にね、人それぞれの考え方があると思います。まあ、中にはやっぱり、まあ、島の一つや二つ、まあ、あげたっていいじゃないかとかね、そうやって争う、まあ、なんか言われるんだったらもうあげちゃえよっていう人もいるし、そんなことはない、もう絶対この2つの島はもう日本のものだっていうね人もいますし、本当にもう難しい、これ本当に難しい問題です。じゃあなぜこの小さな島2つをね巡って、これほど大きくねデモが起こったりするのか、そして国同士で取り合うのかっていうことについてね考えていきたいと思います。竹島も尖閣諸島もすごく小さな島で、あれを取ったからといってあそこに暮らして、まあ都市を作るっていうのは難しいですよね。じゃあなぜそんなにこう取り合うのかというと、その島を見つけてその島を所有した国はその島から半径200海里の海域を排他的経済水域にすることができるんですね。排他的経済水域とは何かというとですね、例えばその200海里以内の海域から、まあ石油が見つかったとしましょうよ。そしたらその石油の持ち主は日本ということになるんですね。まあ、石油だけじゃなくて他の海底資源、そしてまあ魚もそうですし、いろいろねこう200海里の中からはすごくいろんなものが生まれてくるんですよね。まあ、皆さんご存知の通り、もう陸地の資源っていうのはもうに人間がもう全てねもう取り尽くしてしまってほぼない状態になってきてるんですよね。だからすごく未開拓な部分が多い海がすごくね重要視されるようになってきてるんですよね。もちろんその資源とかのためだけにこうやって反日デモが起こってるわけではないんです。まあ、その裏にはいろいろ歴史的な背景があって、まあ、戦後、まあ、戦争の時代がありましたよね。日本がねいろいろ韓国だったり中国、そしてアジアをね占領してしまったことに対する反感もあると思うんですよね。まあいろいろそういう歴史的背景だったり資源だったりっていう問題がね、もちろん国境のラインとかもそうですけど、まあ、その辺の問題がねすごく絡んできて複雑になってきてるんですよね。でも間違ってはいけないのは、ああいうデモをして、まあ、デモをすることはいいですよ、更新するまではいいとしましょうよ。でもやっぱり大使館に行ってなんか物を壊したり投げたり、まあ、誰かを人をね怪我させたりっていうのは、絶対に間違ってることだと思いますよ。そして何よりも納得がいかないのは、中国や韓国に住んでる日本人がね、こう標的にされて何か物を投げられたり、炭酸かけられたり、ラーメンをこうねこうかけられたりっていう、なんかそういう事件がいろいろ起こってるんですけど、そういうのは本当に間違ってますよ。物を壊したり誰かを怪我させたり、日本人を排除しようとする動きだったり、そういうので自分たちの島だって主張するのは本当それはもう戦争と何も変わらないんですよ。でも腹を割って話すと、その気持ちは本当にわからなくもない。僕が多分その中国人だったりして、そういう歴史的背景をこう考えたりするとやっぱり憤りを感じる部分があると思うんですよね。それをでも行動にするかしないかはやっぱりモラルの問題なんだと思います。この思いを行動に起こす、まあ行動って言ってもいろいろパターンがあるんですけど、人を傷つけるのか話し合いで解決するのか、どっちがいいんでしょうか。これもちろん話し合いだけで解決できる問題ではないと思います。暴力行為でも解決しない、話し合いでも解決しないとなったら誰が解決するんですか。これもう今のこの現段階でもう完璧に行き詰まってしまってますよね。
これ本当に何かいい解決策はないんでしょうか。まあ今話しているのは竹島と尖閣諸島の問題なんですけど、それと同じように、北方領土、もですね、まあ今現段階ではロシアが実効支配してしまってるようなもんなんですけど、ここも同じような問題があるんです。まあ日本人としてね、すごく難しいのはやっぱり戦争のことがありますよね。戦争で日本がひどいことをしてしまったというこう後ろ髪を引かれる感じがあるんで、強くは言えないんですけど、どうなんでしょうか。本当に微妙な問題です。これは僕もこうやって今ビデオに向かって考えながら話してるんですけど、やっぱり解決策が僕の頭では思い浮かばないんですよね。まあ日本という国に生まれた一人の人間として、やっぱりそこは無視できないところだと思います。そして見て見ぬふりをしてしまってはいけないところだと思います。そんな微妙な難しい問題はお偉いさん同士が話をするだろうとか、また韓国がデモしてるよとか中国がデモしてるよとか言って、なんか第三者的な立場で見てはいけないと思うんですよね。じゃあ何をすればいいかというと、別に逆に反中デモだったり反韓デモとかでそういうことをしろということではないんですよね。一人一人がそれぞれ考えなければいけないんですよね。それについて、その問題について考えなければ何も解決策は生まれてこない。もちろんすぐ解決考えたからといって解決策が出てくるわけではないですけど、その国に生きる一人の人間としてそういった微妙なところもちゃんと考えなければいけないと僕は思いました。まあ僕一人が考えてね、いろいろ考えても解決策は出てこなかったんで、まあまとまりのない動画になってしまいましたけど、とりあえずテレビとかで流れてくる、デモとかの映像を見たり聞いたりして、感じたことを、話してみました。まあとりあえずこの動画で伝えたいことは、そういった微妙な国際問題に対して何かを破壊したりしたり、誰かを傷つけたりする行為によって解決するものはないということを伝えたいと思いました。いつまでもそんな行為を続けていたら人類は皆兄弟にはなれませんよ。はい、ということで今日はこの辺で、また会う日まで。